思い出してきた？何？あなたは誰？家族になれるって言ったのに。一体何を言ってるの？そう、言ったのに！待ってよ！私も待つのは嫌なの。これ見て。何？どうして？思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。あれ、どんどんひどくなってる。きっとやつに攻撃された時感染したんだ。おそらくもう手遅れだな。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そう、あなたのミスだ。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか？そうプログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。持ってけ、あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。これからはずっと一緒だよ。これで思い出した？ええ、エブリン、思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでもこれからもあなたと家族になってならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。嘘つき、やめなさい。エブリン、もう幻覚はたくさん。あの子はどこなの？イーサン。イーサン。イーサン。おい、心配しなくていい。傷つけはしない。今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ？殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスもな。もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ？あんたたちに何をした？あの子は妙な力を使い俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。それから全てが変わった。感染させて人を支配するのか？いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったらもう抵抗できない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か？いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、
お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。エブリン、やめて。イーサンから離れて。なんで？こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようと。やめて、彼に触れないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気？お前はママじゃない、そう言ったよね。ミア、どうした？時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して、これを持って行って。なんだ？おい、何してる？何のつもりだ？あなたを助けるの。早くここから出て。もうこれ以上耐えられそうにないのよ。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ。ダメだ。ミア、やめろ！捜索したが生存者はゼロだ。繰り返す、生存者はゼロ。争った痕跡がある。エブリンか？違うようだ。だがベイカー家の長男が第三者に送った暗号通信の記録を発見した。誰に送ったか想像がつく。どうやら当たりだな。奴はその近くの廃校にいると情報が入った。そちらを渡ってみる。了解した。こちらも廃校に向かう。エブリンを見つけた場合、発砲を許可する。いいな？奴を仕留めるんだ。私に構うな。全部お前のせいなんだ。これは幻覚か？兄さん、安心して。大丈夫、私よ。傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺して、ママ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。近づくんじゃない。お前はどうだ。お前に近づくな。待っていて。やだやだ。
Я хотел тебя больше, чтобы ты сказал.